来ていまーす。おもちゃ街ですね。なんかね、このハングルのやつとかお土産っぽくて可愛いですよね。カンプラール、どうもじゃん。アカデミーの部屋が日本にはないね。もう山積みになってて、どこがなんだかって感じだけど、そもそもアカデミーってすごい量出てますね。皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりましたボケンチュ TV。 今日はですね、どこどこって思うと思いますが、ハングル、そう、ソウルに来ています。ソウルのトンデムンというところから歩いてすぐのところに、元気な皆さんの声が聞こえる、全然わからないけどなところに、こんな感じのおもちゃの問屋街みたいなのがございまして、そちらをちょっと回っていこうかなと思います。結構この軒がなかなかあるので、どこかにホビーセンターっていう模型がメインのところもあれば、おもちゃ、まあフィギュアだったりいろんなものがあったりするので、いろいろ見てレポートしていこうと思います。この曲がっているこの道をずっとこんな感じのおもちゃ街が続いてます。全然こんなハングルだけど、なんか合体する系のおもちゃなのかな。すごい、もしかしたらなんですけど、あの判件的に怪しいものとかもあるかもしれないけど、こっちのねアニメだったりとかっていうのに合うようなものだってあるのかなと思います。すごい可愛い、おもちゃ街ですね。あ、ミニカーか。ちなみに値段がこれ1ウォンが 0.1 円なので、0を1個減らすぐらい、だから1800円ぐらいのおもちゃとかですね。いや待って、これやばいやつじゃない？なんかレゴっぽいけど、レゴじゃないってことはスゴイヤーズかな。おほほほ、どんどん行きましょう。あ、マリオとかいる。なんか結構ね、メジャーな感じ。あ、女の子向けのトイですかね、が置いてあった。え、かわいい。これ別にラジコンですかね。すごいかわいい。あ、こういうロボット系もいろいろあるんだな。へー、わ、すごい、超ロボットものだ。え、こっちのロボットものなのかな。なんか合体して変身しそうな感じではありますね。え、でもこのサイズ感で7350円ってことはめっちゃ安い気がするけど、結構しっかりしてるんかな。なんかこっちのコンテンツは私全然知らないので、ただなんかね、かっこいい、面白い。めっちゃ中もおもちゃ屋さん。わ、すごーい、すー、かわいい。ミニカーに、あ、トミカある、すごい。あ、すね、こんなのがあるね。カードゲーム、え、待って、これ遊戯王カード、すごい。え、違う、全然なんか、え、文字違うけど同じなのかな。わー、すごーい。え、待って、デジモンカードとかあるよ。ちょっとデジモンって感じだし、これポケモン、これガチじゃない？ポケモンロゴ入ってますね。わー、すごーい。あ、普通スイッチとか売ってるんですね。あ、と思ったらこっち上レゴロゴが書いてあるので、レゴ系と、それのちょっと ルイージ系、なんかオックスフォードっていうのがありますね。へー、うわ、変身ロボ系めっちゃある。おお、すごーすごいね。クレヨンしんちゃんとかあるんだけど。え、かわいい、ほんといろんなトイがあるな。そう、結構こういう変身ロボ系のおもちゃがめちゃある感じですね。あ、ここはレゴっぽいコーナーです。レゴはさすがに、ね、いい値段する感じかな。でもたっぷり並んでますね。マーベルレゴかわいい。へえ。あ、マインクラフトとかね。おお、すごーい。セクトイがあります。へえ。メカード、ターニングカード、あ、トミカ、ほらほら、なんかちょっとこういうの見ると安心しちゃう。トミカ一般的な値段かも、450円ぐらい。へえ、わあ、すご
ごいリカちゃん人形みたいなのがありますね、ここはね。へえ、トミカもさ、こうなんかハックルトミカみたいなのがあるね。あ、かわいい。カーズトミカ、高富さんなので本物ではありそうですね。へー、かわいい。なんかね、このハングルのやつとかお土産っぽくてかわいいですよね。いすず、せっかくなヒョンダイとかあったらいいなとか思ったんですけど、わりかし日本と同じラインナップ。へー、ポケモンコーナー、なかなか。あ、え、待って、アカデミーと高富さんで一緒に作ってるんだって、これ。へー、かわいい。アカデミーといえば韓国のおもちゃホビーメーカーさんなんですけど、ちょっと登場してきました。へー、おー、まあ、ミニカーですね。安い。階段登ってきました。まだまだありますね、おもちゃ屋。でかっ。あ、すごい、エアガンとか。あれ、カミラール。ちょっと、ドームじゃん。すごい遠くから見つけて走ってきちゃった。ドームじゃん。え、待って、ガオガイとかまんま置いてありますね。へえ。How much? How much? 安かったら買っちゃう。え、結構でも値段まともじゃないですか。ほら、ゼロ1個消す感じなので、クシャトリア5800円、ちょっと気持ち高いかもしれんけどね。でポテプラとかも見慣れたのがありますね。興奮しすぎちゃった。え、やばい、百鬼丸になる。は、買って帰ろうかな、ここのお土産。百鬼丸、パッケージ的には全然普通ですね。ハングルが乗るとかそういうのはなく、百鬼丸いいんだ。え、すごい、百鬼丸になりますね。うわ、嬉しい。なんかちょっと向こうではもう見られないような、何これ、ハンゴルだよ。何これ、パンツワールドガリエント、読めないや。アカデミーロボットですね。すごーい。こんなのアカデミーといえばもう戦車とかのイメージなんですけど、ただいくらかちょっとわかんないな。すごい大きい箱。あ、そうそう、こういうミリタリー系がやっぱアカデミーかなと思うんですけど、ロボットか。へえ、なんかこうですね、スケール系はこうね、アカデミー系が多いかなと思うんですけど、え、すごい、かわいい、かわいい車プラモみたいなのありますね。1800円だって。え、めっちゃ面白いんだけど。やべえ、これは上がるね。うわー、ちなみに上とか横はですね、エアガン、トイガンがめっちゃ並んでまして、ここも結構、あの、私たちって東京丸井さんとかジャパンのやつなんですけど、こういうあのハングルで作られてるやつがいっぱいありますね。へー、あ、カラーもあるよ。アカデミーカラーだって。初めて見た。エナメルカラーセットだって。2種類今ペット置いてありますね。へー、面白い。これは楽しいね。他にもこういうシルバニアファミリーとか、これなんだろう、プレイモビル、モービルっていうシリーズあったりしますね。シルバニアファミリーはまんま日本のものエポックで来てますね。結構人気なのかな。これボードゲームとかがハングルになってます、ちゃんと。おお、いっぱいあるね。え、めっちゃ楽しい。やばい、え、めっちゃいろんなのが。ラジコン系も結構ありますね、この辺ね。ラジコン系もこっちのメーカーさんなのかな、名前がね。わ、これ何、ベイブレードみたいな感じかな。コマが回るやつですよね。そういうあるんですね、シリ。あ、もう言ったらあるじゃん、ベイブレード。ベイブレード韓国みたいなセットありますよ。でもちゃんと高富さんなので、あの、こちらのね、パッケージになってるベイブレードですね。え、すげえ、ベイブレード。あんま日本ってこんな種類揃ってないから、シューターとかもちゃんと揃ってます。すごいですね。あ、へえ、こっちはあれじゃん、サンリオキャラクターグッズとか。え、すごい、すごい、めっちゃ広いんですけど。わあ、女の子系トイですね。なんかシルバニアっぽいやつありますね、こっち版ありますね。あー、
かこうおままごと系とかは各国のものがあるんですかね。韓国結構盛んな感じかな。あれこれプラレール的なやつじゃないのこっち。あこれ、これ変身すんの。そうね、この辺そうじゃないの、ね、プラレール的な、うん、トーマスあります。へー、ちょっとめちゃくちゃ面白いですね。何買って帰るとか迷うんですけど、まだこれ2店舗目なんで、そうホビーセンターっていうのが出てくるのでちょっとうろうろしてから考えたいと思います。今度はこちらに行ってみようかなと。なんか系統がすごい男の子っぽい感じになりました。でも違うね、置いてあるもんが。わあ、わあ。やっぱあれ戦わす系とかあるんだね。あ、ちょっと違う。こういうのがあるんだ。あ、こっちにも。ハングルトミカがあります。かわいい。うわ、すごい。うわあ、アカデミー。あ、ガンプラもちょっとあるぞ。ちょっとしかないかな、ここは。こんな感じですね。ちょっとあるけど。あ、さっきのやつだ。あ、これ、4200円だって。アカデミー系ロボット。まあ、新しいのかなと思いますけど。へー。レゴとかもあるし、え、すごい楽しい。カードってすごいんだね。へー、コナミって書いてある。あ、本当なんだ。えへー、めっちゃある。すごい。あ、待って、ベイブレードとか同じのもあるの。トン屋さんって感じがすごいですね、このね、道の感じとかも。うわあ、あ、さっきの女の子系だ。あ、向こうになんかタンクローリーとかそういうおもちゃがありますね。値段的にもね、全然リーズナブルな感じ。バスとかかわいい。あ、もうここは少なそうな感じかな。結構ね、このエアガン系がいっぱいこうやってあるもんなんですね。アカデミーのエアガン日本にはないね。ちょっと面白いね。え、これでいくらぐらいなんだろう。結構重た。誰か友達にと思ったけど、ガンやってる友達少なかったっす。へー、わー、ちょっとライダーとかあるじゃん。わー、おわー、かわいい。文具屋さんとかこういうちょっとね、素材屋さんみたいなのとかもいろいろあって、すごい楽しい道。これはすごいね。ボールもどんだけあるよすごい。ボールと見たらモンスターボールも出てきて、ほんとおもちゃ屋さんが連なってる感じですね。わお、ここすごくないですか。これビー玉じゃない。うわー、骨董品だよ、ビーダマン。ビーダマン、私タイムリーに遊んでたんだけどさ、これすごくない？ちょっと、うわ、ここもある。ビーダマンだ。うわー、ビーダマンのでかいやつだ。めっちゃいっぱいさ、3連とかでうわーって出せるじゃない。かー。あそこにドリルシルバーとかね。この辺ちょっと古い日本のものが置いてますね。ダグウォン。なにこれ。やばいで。へー、やば、すごーい。上もある。デュークファイター、ランマークス、バスターショット、タグオーとかいっぱいいますね。ブラゾード、うわ、この辺でもわりかし新しいプラモとか置いてある感じですかね。あ、ライダー系も、うわー、ありますね。わ、待って、やばいやばいやばい、かわいい。なんだここ、え、すごい。あ、値段はやっぱ場所場所によるみたいな。うん、あ、もちろん1割2割高いかもしれないですね。へー、すごい。あ、こっちに赤
カデミーがある。じゃーん、ホビーセンターということで、バンダイさんとかアカデミーさんをメインに扱っている塗料もあるらしいところを見つけました。ということで行きます。ワクワク。ちょっと奥まったところにあったので、見つけるのにすごい苦労しました。わあ、何があるかな。わあ、馴染みの箱とかあるんだけど。わあ、あにょん。わあ、すごい。もう消えてんだね。わあ、すごい。あれやっぱ新作だったんだ、あのロボットのアカデミーとか。わあ、すごい、すごい。アカデミーといえばっていう感じの戦車だったりとかがいっぱいある。わあ、すごい。天井までやっぱ新品がいっぱい。あ、アカデミーに補選なんてあるんですね。反戦だった、補選って言ったら怒られちゃう。とか、え、めちゃくちゃたくさんあります。アカデミーだらけだ。これなんだろう、 MCP。 これもアカデミーだね。動くの、もしかして。あ、ラジオコントロール的なやつが入ってるやつですね。へえ。あ、ちょっと懐かしい、こういうのがいる。すごー。あ、キマリスとかね。へえ、すごーい。あ、ここにあれじゃないですか、作品というか作ったものがこうちょっと置いてある感じですね。反射して映んないけど。わあ、すごい。え、待って、アカデミーこんなのあるの。これなんだろうね、歯車系。え、かわいい歯車。おお、時計みたいなやつとか。え、かわいいですね。結構なこれシリーズ。あ、船みたいな、あ、のもあります、ね、動くのかなこれ。すごい可愛い機械みたいなやつ。わあ、すごい。日本のものもいっぱいある。あ、ゾイドだ。カラーもタイヤ入ってますね。すごいがっつり入ってるし。ここもすごいよ、ファンタムマーカーもあります。へー、わー、ミスターカラーの旧瓶なんかとか、コンスプレーもあって。こっちにちょっと懐かしい、わー、キットの線もちょっとハングルになってる子もいるし。これは本物本物本物みたいなのもありますね。新しいのもあるしね。へー、結構新しいものの方が多いかもしれないですね。へー、ここアカデミーのこのね、トイガン系があって、ここである。え、これパズルって書いてある。 4D パズルなんだって。へー、アカデミーっていろいろやってるんですね。全然知らなかった。ボールとか。アカデミー的なツールもありますね。ニッパー、ピンセット、曲がりにストレート。これすごい穴開いててかっこいいツールがあります。うーん、筆とかもね。でもタミヤも出てきますね、こうやってね。へー、待って、階段降りてったらまだめっちゃある。すごっ、ほんと問屋ですね、棚の取り方がね。すごい、箱もアカデミー。うん、そう、アカデミーといえばメイドインコリアなのでがいっぱいありますね。すごーい、よかったんかな、下降りて何も言われんかったけど。え、何、ドラムセットみたいなのあるよ。あれ何、これかわいい。え、ドラムセット欲しい。あれ、あれもアカデミーですね。え、買って帰ろう。めっちゃ面白いやん。なんかこう、やっぱこうミリタリーのイメージしかないので、こういうさ、バイクとかも可愛いし、すごいね。これ多分値段がこれなんじゃないかな、定価で多分2500円とかなんじゃないかなと思うんですけど。へー、もう山積みになっててどこがなんだかって感じだけど、すごい。
こっちは飛行機系かな。そう思うとアカデミーってすごい量出てますね。あ、イーブン、イーブン。イーブンいる。これは、スティーム。アカデミースティーム。そんなのあるの。アカデミーのスティームってことで、多分動くんじゃないかな。ね。なんかタミヤさんの工作キットみたいな感じなんじゃないかと思います。あ、さっきのやつもめちゃくちゃありますね、これね。へぇー。飛行機系もこうずらっと並んでます。面白い。はい、ということで、買ってしまいました。面白いもいろいろありすぎて、なんか日本にはもしかしたら入荷されてるかもしれないんですけど、やっぱ価格的には現地で買った方がもちろん安いので、なんかすごい嬉しいなと思います。また古いキットがあったりとか、ちょっとね、こう、B 品があったりとかっていうのもお国柄なのかなと思うんですけど、もうなんて、ホビーショップ感すごいある、こういうお店がたくさんあるので、もし、ソウルに来ることがあったら、ぜひぜひ、トンデモンからすぐ歩いてお風呂へ。で来れる問屋街なので、ぜひぜひ遊びに来てみてください。めっちゃその雰囲気がいいよね。ということで、以上も天気 TV でした。